上海理工大学は中華人民共和国の上海市に属する重点大学である。現任学長は低明東教授。国交大学校門上海理工大学は上海市にある重点大学。理工大学と称しているが、工学をメインに理学、経済学、管理学、文学などを強調発展した教育、学術体系を展開している。 同大学は1906年に創立された、高大学にルーツを持ち、100年以上の歴史の中で、様々な統合や改革の変遷を経て、現在の形となった。本校は現在1000人教師が1200人、内教授及び准教授が500人にいる。また、15の学部、2つの教学部、30の研究所、12の研究センターと3つの研究員を有している。 在校生、約2万1000人のうち、学部学生約1万6800人、大学院生、約4300人となっている。広く国際間学術交流活動に尽力しており、ドイツ、アメリカ、カナダ、日本、スイス、ロシア、香港などの国と地域40校と交流関係を築き、互いに学者を派遣したり、抗議討論を行うなどしている。 キャンパス内には古いヨーロッパ風建築物が多く残り、校舎の中には創建以来100年以上使用されている建物もある。これらの一部は重要建築として上海市や北東区から指定を受けている。古行大学キャンパス、工業家庭児童科国家工程研究センター、上海理工大学国家大学科学園、工学機械国家質量実験センター、3つの 国家レベル実験教学センター経済管理実験センター、現代印刷実験教学センター、エネルギー動力工程実験教学センター、2つの教育部工程研究センター、微相医療機械研究センター、工学機械とシステム研究センター、現代工学システム実験室、デジタル出版科学実験室、精密摩擦技術機械工業実験室などあり、 総合30の研究機構がある。ありがとうございます。